はい、ということで始まりましたアモちゃんの実況ゲーム動画第1回は CODBO からソロゾンビということでやっていきたいと思います。この動画のコンセプトは、自分も結構友達とゾンビやるんですけど、いつも足を引っ張るタイプの人なんで、ここでね、一人で特訓して、で、皆さんに、ここもっとこうしたらいいんじゃないのとか、なんでこのクソ下手クソ野郎みたいな感じのコメントをいただき、上手くなっていこうというコンセプトでやっていきたいと思っています。でですね、この動画はちょっと機材の関係で直撮りになっちゃってるんで、ちょっと途中で、今もうご覧の通りちょっと画面が汚いんですけど、光のね、反射とかで結構眩しかったりとか、なんか、ぼやけちゃったりするところもあるかもしれないんで、そこはちょっとご了承いただきたいと思っております。ということでね、早速やっていきたいと思っています。はい。ということで、ラウンド1から始めていきたいと思います。とですね、今回はですね、15ぐらいまでね、一人で行けたらいいなと思ってるんで、誘いました。さすがね、18禁のゲームだけあって、絵がリアルですよね。今回は、自分の進め方としては、第4ラウンドまで、第4ラウンドまで、この、なんていうかな、エントランスっていうのかな。ここで頑張って、で、犬が出てきたと同時に、そこの扉を開いて、他を攻略していこうと、思っております。まあ、本当ね、いつも、フレンド4人でやると、足手まといになってるんでね、ここで、秘密特訓というか、まあもう皆さんに見せてる時点で秘密ではないんですが、ここでね、特訓して、上手くなってやろうじゃないかと。本当初めてのねゲーム投稿なんで結構喋る。うわあ、危ない。うわあ、これですよ。いきなり2ラウンドで死亡というね、まさかの展開ですよ。皆さん、まだ3分しか経ってないですよ。まあ、気を取り直して2回目ということで、はい、いきなりもう怒ったんでフラグ使っちゃいますよ。うわあ、結構ね、マルチとかでも、フラグが下手くそなんですよね。とにかく。なんかフラグ投げんの上手い人とかいるじゃないですか。あれがよくわかんなくてですね、いつもフラグ投げるとなんか、手すりに命中したりとか。フラグが下手くそなんですよ、とにかく。あれ、まだいる？いや、ほんとね、ちょっと機材の関係っていうか、もう単純にキャプチャーボードの準備が遅れてしまったため、直撮りでやる羽目になっております。本当ね、実況やるっていうのにキャプチャーボードの準備もしてないなんて、実況者として失格じゃないかと言われてしまえばそれまでなんですが、まあね、初めてということで、まずこんな感じでやっていきたいと思っております。そんなこんなでさっき死んだ、なんでさっき死んだんだろうな。第2ラウンドです。さっきのラウンドでは、そんなにとは買わなかったんですけど、もうこの段階で、オリンピアを、
購入したいと思います。それでドーンと、はい、難なくクリアですね。なんでちょっとさっき死んだのか本当に自分でも理解できないんですが、ステージ3ガン待ちですよ。時代は来ない。結構このバリケードを復活させずに貯めとくっていうやり方もあるみたいなんですけど、もう自分は死ぬのが怖いんでそんな方法は取りません。アモちゃんチキってますよ。やばいやばい、失敗した。やっぱね、弾は使わないともったいないし。これラストかな？あ、3人。ダブルポイントが切れる前に。なんで一人生きてんだよ。おっきー。これで、一旦扉を全部閉めさせてもらって。いや、それにしても本当に画質が汚すぎて。今結構、部屋暗くして撮影してるんですけど、なんていうんですかね、光、テレビの光がちょっと強すぎて、これでも結構調節したんですけど、なんかちょっと見づらくなっちゃってるんですけど、まあそこはね、ほんとご了承ください。ご愛嬌ということで。そうですね、じゃあ、もうこの段階で、リバイブを購入します。おっと。来た。やばい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 。これ逃げられるかな。うわー来たなー、またお、いない。よし、うまくいった。あっちから出てこられるとこう挟み撃ちになって、もう開けるしか。ああ危ない。インスタキル。取りたいけど、取りづらい。ヤッフー、お祭りの始まりですよ、皆さん。これラスイチかな。じゃあ今もうここで、バリケードを全部封じて、扉を開けたいと思います。やっとね、ここまで来ましたよ、皆さん。じゃあ、上を開けたいと思います。お、ランダムボックス。やら、おー、出たよ、ダッシュしてきたよ、ほらほらほら、言った、もう言ったそばからダッシュして。じゃあ、ランダムボックスが出たところで、今度は、こっちの扉開けないでもう、ランダムボックスを開けちゃいたいと思います。何？いらない。いらなすぎる。ちょ、今一回巻きますね。二回目。おー、いらない。いらなすぎる。多分これで。え？パイフォン。さっきね、一応、リハーサルをしたんですよ。その時は、最初のランダムボックスで、あれが出たんですよ。AUG が。自分結構マルチでも AUG 使う。また同じ。ついてなさすぎる。CG75 のデュアルがなんと2回も。後ろも注意しつつ。カブーンが出たんですけど、その準備の段階なんでカブーンを取っちゃうとゾンビが全滅して、ダブルポイント、ゾンビが全滅して、さっきみたいに巻きながら
プレイすることができなくなっちゃうんで、あえて撮りません。でこいつが突然ダッシュしてこないことを祈りつつ、したらランダムボックスを開けて何が出るか、来たー来たー、レイガン来ましたよ。レイガンがもうこれでね、アモちゃん最強ですよ。もう怖いものなしですよこれで。じゃあ二つ目の扉を開けて、このフィールドで買えないレイガンを駆使しつつ戦いたいと思います。いやー、こんなねすぐレイガンが手に入るとは思ってなかったんですけど、これあれですよね、あの結構前半の方でレイガンが出た時の注意は、その弾がねやっぱ限られてるんで、ダブルアップもしてないですし、おーやばい、これはピンチだぞ。これってこっから出てくるの、ゾンビ大丈夫？来ましたよ、ワンコロが。これがね、あ、でもこれあれなんですよ、もうここでこうやって、ええ、なに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 、なんで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 、え、今何が起きた？突然目の前にゾンビ犬が現れて、これこっちから来るんですよ。これをね、交互にこう交互に見つつ、お、銃弾回復、これがあれですよ。でこれで確かあそこの回復に2200いくらか必要だったんで、まだまだ足んないんで、あーこれやばいな、ちょっと失敗したな、これは采配ミスだ。しかもあそこの MP40 も欲しいんですけど買えないんで、あーしかもゾンビが速くなって、え、うーわー完全に舐めてた今、うーわー完全に舐めてた。はい、ということでアモちゃんの第1回の動画は8ラウンドでね、まさかねレイガン手に入れたんですけど、舐めプをしたせいで8ラウンド終了と、第1回にしてはもう最悪ですよ。これがアモちゃんの最初のね第1回の実力ですので、また近いうちに第2回アップしたいと思います。その時はね、8ラウンド以上を目標にね、頑張っていきたいと思っております。まさか2ラウンドで死亡して、挙句レイガンを手に入れて8ラウンドで死亡するという、ちょっと、ほんとナメプにも程があるナメプでした。まあ、次回はね、もっと綺麗な画質で、うまく、プレイしたいと。まあ、もうほんとね、あそこの劇場のところまで行けなかったのがね、ほんとに、もう最悪の動画ですけど、まあ近いうちに、また、再チャレンジしたいと思っているので、その時はまた告知させていただきたいと思っております。リンクの方に、Twitter とブログの方の URL も貼っておくので、そちらの方のチェックもお願いしたいと思います。では、次回ね、リベンジしたいと思います。ラジオの方もやってるので、そちらのチェックもお願いしたいと思います。じゃあ、今日はここまでで、次回8ラウンド超え、頑張りたいと思います。じゃあ、さよなら。